こんにちは。世界で一つだけの変ね。簡単なコードネームを理解して、コード層で楽しく弾き歌い、弾き語りができるととっても便利です。シンコペーションのリズムも取れるようになります。コードネームを理解して弾ける、これはピアノがとっても簡単に楽しくなるコツです。それではまた、バイ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 。だるまさんが転んだ。最初はグー、あじゃんけんぽん、生まれたで。